どうもくつろぎです。今回も前回に引き続いて平等院を作っていきたいと思います。今回で第4回目です。前回の動画をまだ見てないよという方は前回の動画と合わせてご視聴いただければと思います。というわけで今回は全部仕上げて右側の部分完成させていきたいなと思います。まずは赤色のテラコッタを足していきます。今回は名前が何狼だったかな、翼狼とかなんとかっていう名前でしたね。あんまよくわからないので左側という言い方をしていきます。で、白色の羊毛を足していきます。こっち側もですね。で、まあこれに沿って、まあ、屋根をまずは張っていきます。石レンガのハーフブロックを並べていきます。まずは置いて、でこれを伸ばしていこうということで17ブロック置いていきます。今回はこの伸ばしの場所が目印みたいなのがちょっとあんまないので、まあ泣く泣くですね。曲がる角プラス1みたいな長さなんですが、まあ17個です。こっから17個ですね。まあ、ざっくり伸ばしていけばいいかなというところですね。まあ自分もちょいちょい数え間違えているので、まあ確認というか違うよっていうのがあったときは、まあぜひぜひ言っていただければと思いますね。石レンガの階段を今度は伸ばしていきます。こっち側は割といい加減に貼っていこうという感じですね。いい加減っていうか、まああんまりそんなに綺麗に作る必要がないというか、まあ、そんなところなので、まあ形に合わせて一応屋根という感じで覆っていく感じですね、石レンガで。まあ、屋根の役割という感じで言えば、まあいいのかなというところですね。で、伸ばしていきます。こんな感じで。で、まだ穴が開いているんですが、まあそれをどんどん埋めていきます。石レンガのハーフで、今度は下突きですね。で、これを伸ばして、なんだ、隙間を埋めていきます。この辺が本当、接続部分がすごい、ありづらいんですよね。まあそんなところで、よしと、これでいいかなと。で、ついでというか、ここもだんだんで伸ばしていこうと思います。で、2個ハーフ置いて、あと階段で伸ばしてですね。こんな感じで。で、先にハーフで一周囲った方がいいかなと。で、あとは階段を同じ長さ、反対側と同じ長さまでですね。こんな感じで。で、ハーフブロック。まあ、こんなところで。まあ、およそもう屋根の形が見えてきたかなというところですが、まあ、あとはハーフブロックで、この上付きになってんのかどうかがすごく見づらくて、そう、自分の今の環境的にちょっとモニターが遠くて困るんですよね。まあ、近くにしろやっていう話ですが、で、中を埋めていきます。よし。で、あとは今回はこっち側はたまたま偶数ですね。何も考えないでやった結果こっちは偶数になりましたが、特別大きな装飾を屋根にしないので、まあ、あんまり関係ないですね。今回は偶数の屋根にしようが奇数にしようがというところですね。装飾を肩にする場合はやっぱり奇数の方がいいんですが、まあそんなに大きく装飾しない場合はどっちでもいいっていうことですね。あんまり大差がないですね、これぐらいの大きさの建築規模であれば。まあだから形に合わせて屋根を張っていくみたいな、まあそんな感じですね。まあもうこっち側は終わりですね。ハーフブロックを伸ばしていきます。置きづらいよな。伸ばして、まあ、これで屋根がつながるというか、できてきたかなというとこですね。で、赤色のテラコッタを足していきます。赤色ですね。
まあ、だいぶ今回はテラコッタに助けられている、そんな建築ですね。で、今作ってるこの足してる部分を、まあ、ぐるっとテラコッタを囲んで、そのなんていうか建物を足すっていう感じですね。で、アカシアの階段を、まあ、これも柱の装飾みたいな感じで、なんていうかデフォルメで置いておこうかなというとこですね。そんなとこで、で、隙間も埋めてもいいかなと思いますね。よし、この角度、この向きで、よし。まあ、あとはまた小さい塔みたいなの作るんですが、それはすごい小さいから、うん、そんなに苦労はないかなというとこですね。まあ、真ん中の部分がとにかく大変だったなぁみたいなとこがあるので、まあ、ほんと仕上げだ仕上げだみたいな感じですね。で、内側を松のハーフブロックで埋めていきます。まあ、今回も統一を図ろうということで松ですね。まあ、どんどん行っていきます。まあ、意外とやっぱり和風建築なのと平等院だということもあって、意外となんか反応がいいですね反応がいいですねっていうのはよくわかりませんが、続いて右側を仕上げていきたいと思います。というわけで仕上げパートですね。こっち側はもうなんていうか向かい合うような感じで石レンガの階段を並べていきます。こっち側ですね、まあ、ハーフ使わないということで、で、今度は赤い砂岩の塀を角っこに置いていきます。まあ、印象付けということですね。まあ、角に塀をと、で、アカシアのフェンスゲートを角の部分だけ、なんていうんだ、くの字というか角の部分だけ一個ずつ置いていきます。で、あとはフェンスですね。まあ、塀に対してフェンスがくっつかないので、そのくっつける何材というのか分かりませんが、そのためにフェンスゲートを置くということですね。こんな感じで、で、赤色のテラコッタを角に、こう開いてる穴に対して角に、で、今度は白色の羊毛をぐるっと置いていきます。穴を埋めるような感じですね。これが正方形で作ってたつもりが長方形だったんですよねまあ、そういうこともありますね。で、アカシアの看板ですね。でも、まあ、いいかということで、こっからがどうごまかすかというのが見どころかなと思いますね。まあ、多分見た目からはわからないので、赤色のテラコッタを2個ずつ足していきます。多分上の屋根は正方形なのに下は長方形っていういびつさこれどうごまかすかですね。赤色のテラコッタをつないで、で、その隙間を埋めるような感じで白色の羊毛を並べていきます。まあ、規模が大きくなればどこかしらで不具合が生じてしまうというとこですね。で、フェンスゲートですね。まあ、だからあんま気にしないで帳尻合わせてやればいいかなというとこですね。これで模様が入ったと。で、そろそろ屋根を作っていこうということで、屋根の石レンガのハーフ置いていきます。まずは外側ですね。まあ、くっつけないで一周していきます。角はまだつけないですね。で、あとはこっからですね。なんていうか、突き出しを、こっち側を帳尻合わせようということで、端側は足しますね。で、これで上の部分は正方形にしていくっていうことで、ここで帳尻を合わせます。で、こっからですね。またハーフを一段下げるような感じで置いていきます。伸ばしていきます。
上とくっついちゃうと消えちゃうので、このままぐるーっとですね。よし。で、伸ばすと。まあ、無理やり一辺足したということですね。まあ、それでもあんまり変わんないかなと思うので。まあ、こういうこともありますね。で、外側を跳ねさせたいので、それの仕込みですね。今回は上突き下突きがぐちゃぐちゃすぎて、こうですね。同じ高さに揃えて置いてですね。これが、やっぱ長くやってくると、だれてきますね。だれてくるっていうか、置くのが下手になってくんだよな。マウスが遠いから。こんな感じで高さを揃えて、こうですね。で、ここ削ってハーフを延長と。よしと。これを削ってここもいらないと。よし。で、柱に対して置いて、で、このつながっちゃったから消して足す。ちょっと面倒ですが、今回はこの上付き下付きの仕様があまりいい結果になってないですね。やっぱちょっと面倒くさくなっちゃってますね。よし。で、こっち側からですね。で、埋めると。まあ非常に厄介ですね。跳ねさせるときが楽なパターンと、めんどくさいパターンがあって、上付き下付きどっちから始めたかっていうことですね。で、こうやっちゃうとここがダメになるから、やっぱり柱に対してつけて、で、後から足すってやった方が結果的にはいいということです。まあ、こんな感じで一応反りが入りましたね。で、また少しずつこの、なんていうんだ、一番最後の羽をつけます。で、こっち側はスムーズにできますね。削るだけで。まあ、こういう仕様があると。で、高さを加えていきます。で、ハーフブロックを置いて、この部分に階段を置きたいんですが、階段と。で、階段ですね。階段をくの字風というか、階段を置いて、階段。ハーフですね。ハーフを置いて、階段を置いて、階段ですね。まあ、同じ要領で階段を置きます。で、この間はハーフブロックですね。まあこういう感じでハーフと階段とかを使って、まあ、ブロック数を減らすという感じですね。で、内側もハーフブロックで、こんな感じで伸ばして段々になるような感じですね。ただ角がいらないので、消した方がいいかもですね。資材的には。まあ誤差の範囲ではあるんですが。で、また同じ要領で段々を作って階段を置いていきます。まあ、ハーフの上に置いていけばいいということですね。で、この穴を埋めるような感じでハーフブロックですね。階段を置いちゃうとなんかスッキリしすぎちゃうかなと思ったので、ハーフを角に。で、内側もハーフですね。で、あとは階段階段でいけるかなというところですね。階段置いて、中を埋めて、まあ、光源入れてもいいんですが、で、塀を置いて、まあ、こんな感じでいいかなと思いますね。今回の小さめな方の屋根は。で、こっち側の帳尻が合ってないので、長さが合ってないので、長さを揃います。まあ、ただ、1ブロックずつ足していけばよかったということですね。まあ、こんな感じで、接続部分は見えない部分なので、ということで。で、今回、左側の部分が完成しました。まあ、同じ手順で左側も作ることができます。で、一応、左側の作り方も次回やっていこうかなと思います。次回のご視聴もよろしくお願いします。ではまた。